こんにちは、ゆうがです。今回はですね、こちらのピッカリングガーターちゃんとですね、戯れていきたいと思います。もうすでに出る気満々ですね。めっちゃ上向いてますね。いつもですね、こうやって蓋開けるとほら、もうね、ほら出てくるんですよ。で、手の上にね、すぐ乗ってきます。で、指をね、トントンって動かしてあげたらね、結構来るんですけど、別にね、指上げ、動かさなくても来ますからね。はい。結構ね、指トントンやってこっちに来させると TikTok だとね、指トントンやって餌と間違えてるんじゃないでしょうか、それは慣れてませんとか言って来るんですけどね、はい。別に分かりやすいからやってるだけでトントンやんなくても来てくれますよ。まあでもこのピッカリングガーターってね、本当に逃げるやつはもうめちゃめちゃ逃げるし、糞撒き散らすし、イヤ汁出すしみたいな感じでね、ハンドリングできないヘビって言われてたりするんですけど、この子はね、ベタ慣れですね。最初から。はい。めちゃくちゃ嬉しいですね。はい。こんな感じで手に乗ってきてくれます。持ち上げても全然逃げないで、このまま手に乗ってきてくれますね。はい。来てくれました。めっちゃ可愛いですね。あとはね、ある程度慣れてても、その手の表面のね、熱い温度にちょっと警戒してね、嫌がるヘビもいるんですけど、この子は全然大丈夫ですね。はい、ちょっとね、ご飯を与えていきたいと思います。ほいほい。え なんで全然関係ないとこ食いつくやん。匂いとかも全くついてないと思うんですけどね、ノリで噛んだ感じですよね、完全に。めっちゃ可愛いですね。まあ多分ちょっとご飯の匂いでテンション上がっちゃったんでしょうね。はい、食べましたね。めっちゃ回転してますね。まあ餌がね、おそらく左に寄ってて、それをこう調整したくて押したいんですけど、人工飼料がちっちゃくて押せてないんですね。めっちゃ食べ、まあでもちゃんと食べてくれましたね。まあ、この子最初人工飼料嫌ってたんですけど、もう今は何でも食べてくれますね。はい、ちょっとね、もうお腹いっぱいになって完全にリラックス状態ですね。結構ね、この子このまま手の上で落ち着いちゃうことが多いんですよね。はい。ということでね、またこの子の動画上げていきますので、よかったらチャンネル登録、高評価して、また見に来ていただけると嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。